はい、皆さんこんにちは、ピカです。 SD ガンダムバトルアライアンスやっていくよ。よし、さあ今回は G ガンダムかな。G ガンダムです。うわー、またレベル高くなってる。一個違いになっちゃったか。俺まだ35なんだこれな。上がんねえんだよね、足りなくて。まあまあ、運営さんの いっぱいミッションこなして練習しれっちゅうこと意思なのかな。まあ それよりもね、ボス戦ね、ボスキャラと1対1で戦うシステム設けてもらいたいですね。それ絶対あったらいいと思う。絶対人気出ると思うよ。まあ行きましょう。ならば、浦木さんは交代しましょうか。アズナブルさんに出てもらいましょうかね。まあキュベレーとか手に入れたらハマーンとか出るんでしょうけど、じゃあズゴックでガンダムファイト行ってくれ。出撃するぞ。さあ第13回ガンダムファイト、その決勝戦だよ。ブレイクミッションのバトルロイヤルからずいぶんかかったけど、ランタオ島の状況は？姉さん、ついにデビルガンダムは倒されました。え？そんなガンダムにあったっけ？ですが、そのために兄教授とシュバルツブルーダーの二人を犠牲にしなくてはならなかったドモンカシュ、その心境はいかばかりのものでしょう。自分のお兄さんとシュバルツさんのためにも彼は戦い続けるのね。誰よ。ですが非常にもガンダムファイトはまだまだ続くのです。そう、東方腐敗マスターアジアとドモンカッシュの正真正銘の決戦として。待って、それではガンダムファイト最終。待ちなさいっての、ほぼ初耳情報なんだけど。デビルガンダムは名前知ってるくらいだし、お兄さんとシュバルツさんってどっかで出てきた？小隊長、聞いたか？小隊長。なんだ、デスアーミーとデビルガンダムの関係は？前にこの男に見覚えはないかって男は東方腐敗マスターアジアは無関係なのか。東方腐敗マスターアジアは無関係なのか。男気あふれるナイスミドル、あの師匠がわけわかんないガンダムに関係してるとは思えないけど。じゃあデビルガンダムとは何か、そしてドモンさんはいかにしてそれを倒したかご説明いたしましょう。かくしてデビルガンダムは倒れ、ガンダムファイト決勝戦が行われるというわけ。ドモン選手のその心境はいかばかりのものかって、そういう意味だったのね。ドモンの兄貴つらい。ドモンの兄貴。そして今度は自分のお師匠さんもね。東方先生もまたデビルガンダムに関わりのある重要人物の一人だから。え、師匠も？どういうつながりなの？それは今回のトゥルーミッションで明らかにされると思うよ。かつての師匠と弟子が死力を尽くして私有を決しようとしている戦いだからね。分かったわ。それを見届けるのが今回の私たちの役目。マイターたちが1年間夢見た瞬間だから。それではガンダムファイト最終決戦、レディーゴー。ガンダムファイトレディーゴー。
準備はいいな。そろそろかかるぞ。わかりました。 F91 ガンダムシーブック行きます。すごいエネルギーの竜巻。なんだあれ。ファイティングしすぎやろお前。最小にして最大の戦いだ。え？アルス？どうしてここに？あの戦いは仲間？2機のモビルファイター。オカマ？ガンダムとマスターガンダムによるもの。仲間？オカマ？え？何？最小単位だよね。でも最大っていうのは？彼らは戦争をしている。正解だ。戦争の中心には必ずガンダムがいる。なんだ。そして今どんだけ終戦を迎えようとしているのだ。どうしてデビルガンダムをめぐる戦いが起きたのか、その記録が私の仕事だ。そしてガンダムファイト史上に残る最大の戦いの中で、どっち戦争の本質が見える。ちょっとどうしたの？マスターメガネ。マスターメガネ。本人格しっかりして。マスターメガネ対する発言権限はありません。あなたさらに人格の強制を受けてるんじゃ。俺のことは気にするな。もっと重要なことがある。生死では機能停止しているはずのデビルガンダム細胞が活性化している。ブレイク現象によるデータのズレ。デスアーミーが点在してるのはそういうことか。行きましょう、あの竜巻の元へ。ハーネス、招待状に付き合ってもらうわよ。無論だ。出てきよう、東方腐敗。今日こそあんたを倒してみせる。つけ上がるな。ヒギ、十二王砲パイ大射兵。うわー、それやめて。くそ、こんな時に。今師匠が。ふん、弟子が師匠にかなうわけあるまい。わしが身をもってよし。行くぞ。おお。そんなこと言ってる場合じゃないって。こちら地球連邦コロニーのガンダムファイター。こんなところに残ったデビルガンダム細胞が活性化しているのだよ。ここからは乱戦になりそうなのだがね。デビルガンダム、まさか貴様ら誰一人として。なんですかこれ。俺は逃げも隠れもしない。ミッションエラー、史実とのズレを確認。ブレイク修正処理を最優先してください。バグメガネ黙って。あー、ハゲメガネ。バグロンが増えようとも俺は負けん。どうも。痛い。貴様には分からんか。なんだと。世界がガンダムファイトとうつつを抜かしておる間にも、ボタンも違えてるぞ。地球は滅びの一途をたどっておる。貴様はその断末魔の光景を前に何も学ばなんだか。だから東方腐敗は、なんか来る。いたー、シャイニングフィンガーってやつか。つくづく人間とは救いがたい生き物よ。だからと来たー。人間を抹殺していいはずがない。何がガンダムファイトだ。何が理想的な戦争よ。我が身を痛めぬ勝利が何をもたらす。だが、むやみに人が死ぬよりははるかにいい。だからお前はアホなのだ。俺が行かん。俺が行かんと。誰が行く？だ、な、なに？雑魚敵出てつこれ。なぜだ？うるさい。おりゃあ。俺の心に悲しみ。お前こう東方腐敗に隙見せてどうすんの雑魚敵。俺の悲しみを表現するものだと教えてくれたのはこの人だ。東方腐敗。お前の好きにはさせん。
まだ分からんのか、このわしの気持ちが。ああ、くっ、あんたのやろうとしていることは人殺しに過ぎん。うつけ者が。東方腐敗、あんたは間違っている。なんだぞ。なぜならば、やれ、ぶっ殺せ。痛い。天然自然の中から生まれたもの、絶対ダメだ。地球の一部、それを忘れて何が自然の地球の再生だ。そう、共に生き続ける人類を抹殺しての理想郷など、グロッカ長、行け。赤波天橋、ゴッドフィンガー。よし、今こそお前は本物のキングオブハート。あー、キングコングハート。ハートブレイクですよ、マスターさん。マスターガンダム、ゴッドガンダム2。ゴッドガンダム2は揃った、あと1か。さあさあさあ、まあ1、2を、俺の一番好きな1、2を争う機体、これは使わずにはおられまい。前にブレイクアウト成功。これこそガンダムファイト。この勝負忘れない、忘れない。モニター越しだと爆光がすごすぎて全然見えなかったけど、勝負はどうなったの？ハーメスとの連絡も同時に取れなくなったし。決着はついたよ、ドモンカッシュの全勝優勝でね。師匠の傷は？それに病気を抱えて。東方先生の体は実は限界寸前だったんだよ。でも DG 細胞に頼ることもなく、最後まで一人の人間として戦った。じゃあ、あの赤波天橋ゴッドフィンガーで。東方は赤く燃えて、その精神はお弟子さんに引き継がれたんだよ。またこんな悲しい終わり方なのね。それが史実だからね、犬姉さん。私たちはそれを見ていることしかできない。ハーメスが何をしようとしててもね。彼もずっと様子がおかしかった。複数の人格がバラバラに顔を出すような。ちょっと危ないかな、あんなのを繰り返したら人格データが壊れちゃう。管理システムはもう彼を必要としていない。なんとか助けたいけど、こっちから彼にアプローチする方法はないし。さくら、ちょっと考えがあるんだよ、犬姉さん。一瞬とはいえ、私の上司になってたマスターハーメスのためにね。これで全てのブレイク修正、トゥルー再登録完了。どうやらこのディレクトリにも管理システムのフォルダはなかったみたい。さらに下の階層なのね。じゃあさくら、いつも通りの防壁破り G デモリッションよろしく。それが犬姉さん、ここまで来るとさすがにファイアウォールがきつくて簡単には行きそうもないんだよね。私は管理システムとのリンクが不完全というか、ほぼ切れちゃってるから、できることも限られてるし。そろそろ私が防壁破りのデータを更新しなきゃならないかもね。ただその前に、まずはさくら、あなたの記憶を呼び戻すわ。おっと、暗号解析終わったの？
あなたのメモリー解放コードと管理システム内の命令コードが分かったのよ。管理システムを制御している命令コードは頭と体が分かれてるって感じかな。問題はそのコードを誰が何のために作ったのかってことよ。ついにたどり着いたか、そこに。ホログラフ通信？赤メガネ、あなたに聞きたいことが。私はハーメス・マーキュリー、以後お見知りおきを。ガベージスペースに強制的に転送された。それに今の挨拶聞いた覚えが。不正アクセスを検知したのでね、ガベージスペースにお越しいただいたのだよ。記憶が巻き戻ってるの？さくら、どうなってるかわかる？マスターハーメス、もしかして君、人格データをリセットされたんじゃないの？私にはそれを答える権限は。エラー、本人格に回答権限はありません。記憶だけじゃない、ランタオ島の時の人格が混ざり合った状態のまま。私にはそれを答える権限。錆びてんじゃないの？俺に構わず未来を見据えろ、レディ。史実を変える手助けしてはならない。あ、これが本当の人権か。エラー、本人格に当該事項に対する発言権限はありません。ハーメス、前よりも人格データの壊れ方がひどくなってる。これからその先行型プログラムイリオンステーブルを消去。こんなの自分のカナビだったら速攻で左ストレートだけどね。エラー、強制停止。ガンダムラトレイヤー戦闘フェーズにシフトします。プラグイン H とのドッキングシーケンス確認。目標、不正データおよび不良セクターの削除。上書きされた人格データの強制力が強すぎるんだ。このままじゃ他のデータが破損しちゃう。そして早速だが、このラトレイヤのテストレディーユの暗号解析は成功したようだな。今回の転送は俺の最後の仕事だ。ハーメス、何をしろって言うの？ヒュイオス・スカイを撃破しろ。破壊時のデータ負荷で防壁は一瞬だが破れる。次のディレクトリへ抜けたまえ。管理システムは近い。プログラムテオスを阻止しろ。俺の分まで。歴史を歪めようとしてるのか、その管理システムは。簡単に諦めないで。ここまで来たんじゃない。俺はここまでだ、レディユノ。正体チョくん、あとは頼んだぞ。ユノが直してくれるよ、ハーメス。エラー、破損した人格データからのアクセスを遮断します。はい、ご苦労さんでした。モビルアーマー来るぞ。モビルアーマー。彼の人格データはもう崩壊寸前。残念だけど助ける方法なんてあるわ。ガンダムラトレイヤの防壁を破れるウイルス型のサルベージプログラムは完成してる。あるのか、助けてやってくれ。でも今は使えない。それを送り込む方法がまだないのよ。つまり
アクセス方法がないってこと？ええ、ラトレイヤがモビルアーマーと合体するようになってからプロテクト方式が変わったみたいなのよ。ユノ、サクラ、もう時間ない。敵機接近、敵機接近。データ照合、ガンダムラトレイヤ。このイリオンステーブルが潰されたらプログラミングも何もないわ。小隊長、モビルアーマーを迎撃して。まあ、あいつハーメスのやつだよね。闇に落ちし者の魂を海岸より、あの、解き放つために、悲願よりか。小隊長さん、意外とこういうの好きだよね。うん、噛みまくってたけどね。受け継がなくていいから、うん、はい。確実に言えることは一つだけよ、小隊長。はい。次のディレクトリに行くためにはモビルアーマーを破壊するしかない。わかった。でもそれやっちゃったらマスターハーメスは大丈夫なのか。そう、助けられない。ちょっと、だから作り直そう。戦闘中にアクセス用プログラムを組むわ。うん。敵接近、敵接近。時間切れだユノ、時間切れ。セコンドアウトのようだユノ。了解。サクラ、小隊長、出撃して。うん、これは私とあなた二人の戦いになるわよ。わかった。アクセスプログラムか。私に何かできることはないかな。データのサルベージさえできれば私にもやれることはあるんだけど。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。